はい、初めてのモンスターエナジーの話。初めてのモンスターエナジーの話。私コーラはねよく飲んでますけど、コーヒーコーラはよく飲んでますけども、そういうカフェインの入ったモンスターエナジーっていうねドリンクありますけど、これね一回も飲んだことはなかったんですね。発売されたのは結構前だと思うんですけども、なぜか一回も飲んだことなくて、まあどうせ買うんだったらコーラにしようかみたいな、そういうこともありましたし、コスパで言うとコーヒーだなみたいな、そういうのもありましたし、だから非常に保守的でモンスターエナジーなかなかね手が出なかったですね。まあちょっと高めだっていうのもあるんですけども、で私の初めてのモンスターエナジーをねつい最近ですけども、コンビニに行って、でコンビニのコピーをねちょっとやらなきゃいけなくて、でコピーをしようと思って、それで待ったんですね。でようやく私の番になったと思って、でよくこう見るとですね小銭が必要なんですね。コンビニのコピー機に小銭をね直接入れなきゃいけないんで、で大きい札1000円とかだと入らないと、500円以下の小銭じゃないと受け付けてないと、でまずいと思って、じゃあちょっとまだ人が並んでるから譲ってあげて、譲って私は両替しに行ったんですね。レジに両替してくれるかなと思って、でもそのコンビニのねそこの店のコピー機を使いたいから、さあ両替だってしてくれるだろうと思って、で行ったらですねレジの前がもろこみめちゃ混みなんですね、うん、でジュースの1本でも買えばそのレジでね必ず両替できるわけだから、そうしようと思ったんだけど、もうレジがめちゃめちゃ混んでいて、これ終わんないぞと思って、うん、でこうもたもたしてる隙にこうコピー機のとこにまた人が並んじゃう可能性あるから、ちょっととりあえずね店を出たんですね。どうするかなと思って、でとにかく千円札を移さなきゃいけないと、で単純に両替できればいいんだけども、そういうよくことやってくれる店はない、少ないから、だからジュースを買おうとね、そこで道に置いてある自動販売機で1000円入れればジュース買って、700、800円の、ね、お釣りがあるから、これでコピー機に入れられる小銭ができると、お金崩すってやつですね。でそれをやろうと思って自動販売機に行って1000円入れて、でなんか押そうと思って、で何お茶がいいかなとかねで考えたら、なんかモンスターエナジーっていうのが1本バーンとあって、緑色のねこう爪のマークのねあれで、あモンスターエナジーまだ飲んだことないと思って、飲むならここだなみたいな感じで、うん、こんなことでもないとモンスターエナジー私は選ばないわけだから、今ならそのちょっと高めでもね、緊急事態だからお金を崩すっていうね、そういう正当な目的があるわけだから、モンスターエナジー買ってもいいだろうと、で今買わなければ多分もう5年10年買わないぞと思って、それでね買ったんですね。ポチッと押してでガランと出て、でさあ飲むかと思って、まあ冷たいからね飲もうかなと思って、ちょっと喉もすごい渇いてるんでね飲もうかなと思ってこう手をかけたんですけども、いや待てよと、私ねモンスターエナジーはじまだ飲んだことがないと、でカフェインが結構効くみたいな、そういう触れ込みもありましたし、ここでねモンスターエナジーを飲んでしまうと、でそれ効いちゃって、でこうモンスターになってしまって、でやっぱりコピー使うからコピー失敗したら困るなとかね、余計また余計お金かかるからどうしようかなと、喉カラカラなんですけどね。でしかもこうモンスターエナジー飲んでるとですね、コピー機にまた人が並ぶかもしれないと、でとりあえずコピーしてから考えようと思って、でカバン入れて、そのモンスターエナジーをカバン入れて、でコピー機まで行って、で幸い人が並んでなかったんで、まあ崩したお金でコピーしましたけども、でこの
カバンの中にね、モーサーエナジーが入っていて、それ飲もうかなと思ったんだけど、自転車乗ってたんですね。うん。で、自転車で帰らなきゃいけないと。これ今飲んでしまうと、それ消えちゃって、カフェイン消えちゃって、万が一精神がモンスターになったら、自転車危ないなと思って。うん。で、もちろん危なくないんだろうけども、万が一ってことがあると。私ね、まだモンスターエナジー初めて、うん、飲んだことないわけですから。どうしようかなと思って。まあ、家帰ってからなと思って。家帰りましたよ。自転車でね。で、まあ家帰って初めてのモンスターエナジーを飲んだと。うん。まあ、そういうことがね、ありました。